衝撃。BTS、V さんとブラックピンクジェニーさんのフランス密会最近、世界的に大人気の韓国アイドルグループ BTS と女性グループブラックピンクのメンバーと見られる人物に関するフランスでの密会が報じられました。一部報道によると、BTS の V さんとブラックピンクのジェニーさんは、フランスでの休暇を過ごすために合流し、同じエリアに滞在しているという目撃情報があります。この驚きの報道に、ファンたちは大騒ぎしています。BTS とブラックピンクは、どちらも世界的な人気を誇り、彼らのファンたちは、非常に熱心で、SNS 上での交流も盛んです。しかし、今回の密会に関しては、ファンたちは、想像を絶するほどの驚きと動揺を覚えて、います。BTS とブラックピンクは、日本を含むアジア圏を中心に活動しており、フランス、での秘密の会見が実現した理由については、まだわかっていません。一方で、ファンたちは、BTS とブラックピンクの交流を楽しみにしているという声、もあります。両グループの人気は、今後も世界的に拡大することが予想され、今回の密会がどのような意味を持つのかに注目が集まっています。また、一部のファンたちは、彼らは、この秘密の会合で何を話し合ったのか？コラボレーションするのか？など、SNS 上で憶測を立てているほどの盛り上がりを見せています。今回のフランス密会がどのように発展していくのかに注目です。BTS とブラックピンクのコラボレーションは多くのファンたちが待ち望んでいる夢のようなプロジェクトですが、その可能性を確認することはできませんでした。BTS とブラックピンクの今後の動きに注目していきたいと思います。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。